演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーのポテトマカロニサラダ一袋を食べたいと思います。業務スーパーのサラダは初めて食べますね。まあ、サラダでも野菜というには明らかに炭水化物とマヨネーズであるんです。ポテトサラダとマカロニサラダそれぞれの一袋もあったのですが、それを一度に楽しめるというわけですね。どちらも人気があるみたいなので、これも期待が持てそうです。それでは、こういうふうにサラダも食べるというのは珍しいと思います。外での撮影の時はよく食べてます。ではいただきます。どっちがって言われてもな、そもそもこのマヨネーズドレッシングがちょっと、どっちかっていうのを強いてあげるとするならやっぱりこっちかな。コクと旨味のドレッシング、自家製ドレッシング使用と書かれていましたが、その自家製ドレッシングの味はなんかちょっとビリビリくるような感じがあって、あまり自分が得意のタイプではなかったですね。からしか何か入ってるのかな、だとするとちょっと変な部分が。で、これを下に置いた上で評価すると、マカロニは食感が感じられて美味しかったのですが、じゃがいもはちょっとマカロニの影に隠れすぎている感がありますね。ポテトサラダという商品のホクホク感が完全にマカロニの前で消えてしまっているような気がしました。なので、じゃがいも、つまりポテトサラダを楽しみたい方は単品のポテトサラダを買った方がいいかもしれませんね。完全にマカロニメインでジャガイモが支えに回っている、そういう構図が好きなのであればこちらの方がいいかもしれませんね。マカロニ自体は食感が美味しかったんですが、玉ねぎもジャリジャリしていて、まあジャリジャリ、ポテトサラダの玉ねぎだったらジャリジャリしてるかなっていうような気もしますが、いかんせんドレッシングがちょっと自分の好みと合わなかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。卒業に少年食うなり学校へ。まあそうですよね、何の変哲もない話です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。